はい、今回はですね、ライコンの強さどれくらいなんだろうということで、いろんな条件で推定エナジー出してみました。まあ、数値出すとちょっと難しくなってきますが、できるだけややこしくないようにまとめてるつもりです。はい、まずですね、ライコンの性能についてなんですが、チームの他のポケモンによってメインスキルの強さが変わってきます。なんで人によってかなり評価変わるんじゃないかなっていうのは思ってまして、なんで一概にちょっと強い弱いっていうのが言いにくいポケモンかなと思ってます。ただ基本的に一匹は捕まえれそうな感じはありますし、不具合等で雷光サブレ、雷光の子もさらに配られてますので、まあ、この性能を捕まえれるチャンスがこれだけあるっていうのは結構破格なイベントかなと思ってます。今回は 一例として気になりそうな推定エナジーっていうのをいろいろと出してるんで、参考程度に見てもらえればなと思います。はい、ではですね、推定エナジー出した画面になりましたが、最初のチームに関しては電気タイプのチーム。です。雷光のメインスキルが違う電気タイプがいればいるほど強くなるスキルなんで、違う電気タイプで、結構ガチめの編成をやってみたらこんな感じとなってます。木の実タイプに関しては木の実の数です。スキルタイプはスキルレベルマックスとスキル確率 M を持たせてます。で、雷光に関しては1匹目の性能ですね。睡眠 XP とスキルレベルアップと所持数 L ですね。で、推定エナジー出してみてますが、まあ、スキルレベル2だと72万9000。で、6まで行くと77万ということで、まあ、そんなめちゃくちゃ上がることはないなっていうのはちょっと正直思いました。雷光自体がスキル発動率っていうところが、まあ、めちゃくちゃ低くて、まあ、ここの数値で言うと 1.7 回発動という感じで計算されてまして、なんで1日に2回発動すればいい方、まあ、1回か2回かなという感じなんで、まあ、そこに関してが結構渋いですね。はい、レベル50で計算してるんですけど、まあ、それでもスキル発動率っていうところがちょっと数値で出してみても厳しいんで、まあ、実際に使ってる方の、意見もコメント等にもらってますけど、まあそれくらい良くです。もうかなり良くて3回くらいなイメージですね。なんで、ちょっとそこは渋いなと思います。まあ、ここがちょっと基準として、いろいろと出してみてます。77万エナジーですね。はい、そしてですね、雷光2体目からサブスキル、性格等を厳選できるということで、実際に雷光がこのサブスキル持ってたら、どれくらい強くなるんだろうっていうところで、同じチームですね。で、スキルレベル6で計算してみましたが、木の実の数 S で80万超えてくる。お手棒とスキル確率アップ M は81万超えてくるという感じで、まあ推定エナジーなんで、これまあ誤差の範囲かなと思ってまして、この中のどれかが入ってたら、マジで当たりだなと思ってます。まあ極運の持ち主ですよね。まあ、シンプルに2体目以上、ライコを捕まえるっていうことがなかなか難しいですが、まあ、ここら辺をレベル25までに引けたらもう神かなと思ってます。まあ、最悪レベル50までとは思ってますけど、ライコの必要な経験値めちゃくちゃ高いんで、レベル50は結構先の話になると思いますね。なんでやっぱり木の実の数 S あるとスキル頼りにならないエナジーの稼ぎ方ができるんで、またそこもいいかなと思うんですけど、お手伝いスピードがポケス理解最速なんで、ちょっと所持数いっぱいになってスキル発動率がちょっと下がりそうとは思いますね。お手伝いボーナスはチーム全体バフをさらにかけれて、まあ実際サポート的な感じなんで、雷光の動き的には。なんで、お手伝いブースト、お手伝いボーナスができるんで結構相性はいいですよね。で、スキル確率アップはやっぱり元のスキル確率が低すぎるんで、まあなんとかちょっと上げていきたいなっていうところはやっぱりあるので、スキル確率アップは結構でかいなと思ってます。はい、そして次にですね、さっきと同じ電気タイプチームの雷光の枠をスキルレベル6、スキル確率 M 持ったプクリンに変えてみました。まあ実際に雷光ってやっぱりチーム全体のサポート的な感じではあると思ってるので、まあ、サポート役といえば元気オールかなということで、元気オールと比較してどれくらい強いんだろうっていうのでプクリンを入れてみましたが、そうなってくると、75万エナジーということで、まあ、そこまで大差ないなと。で、育成コストとか考えると、まあ、元気オールってやっぱりめっちゃ強いなっていうのは正直思いましたね。はい、そして最後になりますが、ラピスラズリコハンデの推定エナジー出してみてます。メガニウム、オコリザルとエフィあたりをエースとしている方多いと思いますし、食材タイプも、州によっていろいろ変えれる方はいると思いますが、とりあえず不思議花、適正機能みでもある不思議花を入れてみてます。サポート役でライコを入れてあげると、1週間の推定エナジーが85万となりました。ただサポート枠って考えると、ラピスラズリの最強サポートはやっぱりサーナイトだと思ってまして、元気オールですね。サーナイト入れた場合だと98万エナジー。となりました。まあ、やっぱり適正機能みかつ元気オールがあると、
まあ、かなり強いなっていうのは思いますね。どこの島でも言えることなんですけど、結構ガチ編成組んでいくと100万エナジーくらいになるイメージがあります。まあ、さらにそこからフィールドボーナスとキャンプチケットを使ってる方はさらにそこでプラスされていくんで、実際のエナジーはもっと上がってくるとは思うんですけど、結構このサイトいろいろ使っていくとガチ編成すると100万エナジーくらいになるイメージがあります。でプクリンを、サーナイトの枠に入れてあげると89万エナジーという数値が出ました。なんで、まあ、どっちかというと元気オールでも全然 OK みたいな感じがしてきてます。まあ、なんとも言えないんですけどね。はい、上振れた時は結構強いような気がするんですが、共存させてみました。最後にエーフィーの枠をライコーですね、でサーナイトも入れてみると91万92万くらいのエナジーが出たということで、まあ、共存させても、まあ、強いのは強いなということがありますけど、まあどうなんだろうっていうところですよね。はい、そしてエナジー出した内容をまとめてますが、基本的にはチームのサポート役みたいな役割かなと思ってます。で今回電気タイプのガチチーム組んでみまして、エナジーも出してみましたけど、やっぱりシンプルに適正機能のポケモン入れた方が現状は強いなと思いました。まあ、そこを超えてくるエナジー出てるんであれば、結構組んで電気タイプチームでどこの島でも行くとかいうのができたら結構熱いなと思ったんですけど、ちょっと現状は厳しいなという感じですけど、まあ、将来的には新ポケモン追加されると思いますし、今回電流とかサンダース木の実の数 S なしで、編成してたんで、ちょっとライコーのメインスキルとは噛み合ってないっていうところがあったんで、そこら辺をまた変えていくと伸びしろはありそうだなと思いました。で適正木の実ありの強いチームとかだとヒーラーの方がちょっとサポート性能が高そうではありましたね。なので育成コストとかも考えるとヒーラーが結構やっぱり強いなと思いました。ただ実際使うとなるとスキルレベル上げめっちゃきついのはありますけど、上振れた時の破壊力もやばそうだとは思います。まあ、スキルレベルに関してはスキルタイプどのポケモンもやっぱりなんとか上げないとっていうところはあるんで同じかなと思いますが、まあ、島はどこでも活躍できると思いますし、週末の食材集めとかでも汎用性ある動きはしてくれると思うんで、睡眠 XP も1匹目ついてるんで、まあ、結構いいのではないかなと思いました。実際にライコを捕まえて育成しようか悩んでる方いると思いますので、何か参考になるところがあれば嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。はい、では今回余談タイムということで、現状の進歩具合ですね。マスター16まで行きました。で今週は若草本島でウブの実、ドリの実、ヤチの実という感じなんで、ドリの実のメガニウムを入れてますね。ちょっとライブ来てくれた方なら結構見てると思いますが、こんな感じです。なんでマスター19になるとライコーの星3の寝顔が出てくるらしいんですけど、ちょっと笛吹かないと厳しそうなんでやめときますかね。プレゼントでも来てますね。運営からのお詫びということで、また配られましたね。めちゃくちゃ配ってくれますよね。受け取ります。受け取り期限が7日とかじゃなかったら、受け取らない方がいい説あるのかなと思ったんですけど、さすがにイベント期間中に受け取るようにはしてきますよね。まあ、チームはこんな感じですね。まあ、ちょっとライブでも話した内容にはなるんですけど、元気オール2体入れるのに基本的にはハマってます。はい。元気 150%。キープしてますね。今日に関してはとてつもない活躍っぷりなんですけど、こんな感じで、ただ睡眠中減ってしまうんですよね。逆に元気 100% くらいまで、なんで朝起きたら元気 100% くらいになるんですけど、100切るか 100% くらいっていう感じなんですけど、またスキル発動元気オールどっちかしてくれたら 100% 超えるという感じで、ゴープラ持ってたら他の育成パーティーに変えてゴープラと接続することによって、睡眠 XP はこっちのチームに分け与えるという感じで、結構育成もはかどってます。ライコーも育成2代目を結構育成するとなればという感じで育成コスト調べてみたんですけど、レベル25からレベル30にするっていうだけでアメが250個で、レベル50にするんだったらアメが1500個以上いるということで絶望ですね。やっぱりライコー経験値 1.8 倍なんで、普通にレベル50は相当先の話になると思うんで、レベル25までに今日の動画の当たりサブスキルがあれば、いや、いいなっていう感じですね。まあ、ちょっと3体目ゲットする時もライブしようと思うんで、また見に来てもらえると嬉しいです。
今日はこんな感じで終わります。